どうもぬるです。タイムスピナー続きをやりたいと思います。前々回に見つけた新しい価格ですね、進めていきます。混乱してるからカオスローズ使って。が痛いね。まあ、流れ的に多分もう最終区画なんじゃないかなと思うんですけど。最大スピアップですけど、あるわーって落ちた。時の砂最大値。これ当たると痛いな。あれ登れない。あぶね。
フローズだ。いよいよかな。ステチに会って終わらせる時が来た。ルーレ待ちわびたぞ。ヌビウス、皇帝ヌビウスと呼べ。あるいは父上でも構わぬぞ。ありえねえ、あんなことしておいて。お前の母親のことか。どうでもよいことだ。あの女は私を拒んだ。すべてを与えることを約束し愛してやったのに、私を拒絶したのだ。殺すつもりはなかったが、あの女は死に値するものだった。よくもそんなことを。あんたは私たちの星を襲い、民を支配し、一族を殺した。一体何のために？権力？タイネスピナー？我らラキエム人が求めていたのはそれ以上のものだ。星々を探索し、銀河の果てにたどり着き、知識を得、さらなる高みへ。その過程に犠牲はつきもの。犠牲は選択肢でしかない。あんたがやっているのは人殺しだ。味方の問題だ。しかしルーネよ、お前は今ラキエムの頂点にいる。お前は我らの仲間になれる。母親が拒んだものを手にするのだ。あんたが生きている限りは断る。お前も私を拒むか。実の父親を。あの女と同じだな。私にふさわしくない。どうでもいい。かかってこい、このたぬき親父。痛いな。どうするの？私はこれまであいつを殺すために戦ってきた。他に望みも何もない。一族が滅んだことは変わらない。私はここの正当な後継者だし。でもネリーステ、それにみんな、今のラキエムを統治して帝国をより良い場所に変えられるかもしれない。それか昔のラキエムに戻って再建を助けてもう一度時間を変えるか。ラキエムの女帝となって統治する。過去で自分の人生を生きる。まあ、統治してもいいんじゃないかな。まあそりゃそうだよね。認められるには時間かかるよね。
帰れなくなったウィリートのそのための場所を作りましょう。アリステル、あなたは自発的に指揮を取って残っている悪魔たちを移送しようとしてますね。私が持つ共通の友人に励まされました。最強に手助けするのにできることをやるようにと。協力して特別部隊を立ち上げ、民を再び団結させるための一歩を踏み出しましょう。あなた方全員辛い月日を過ごしてきましたね。この姉妹戦争と呼ばれるものは思いもよらないものでした。望んでもいなかったけれど、それも終わりました。強くて平和な国を作る時です。いつか姉妹星と再会できるかもしれません。それが良き日であってほしい。彼女にまた会えると思うか？わからない。彼女を駆り立てるものが心の奥にあった。ここは彼女のいるべき時代じゃなかったんだと思う。少なくとも彼女はここで何度も助けてくれた。ルーヌに会いたいの？本当に助けられたよ。私も会いたい。彼女がどこにいても幸せでいることを願うよ。この宣言をもってラケーム科学発展部門を廃止します。いかなる犠牲を払っても知識を追求してラケームの利益を守るということに失敗したのですから。その代わりにね、リステ錬金術知識金がラケーム人すべての方法をと思いやりのもと発展追求を続けます。ラケームにはまだ悪魔がいるけど、いるとケンザは言っていた。できることなら、あれ、帰れたの？ラケーム、今はこの星に干渉しないから、我らもみんなも私の家族も平和に暮らせる。タイムスピナーは壊れたかもしれないけど、もう必要ない。ただあいつをもっと早くここに来る前に殺せればよかった。ここにはお別れを言いに戻ってきたんだ。それと墓参り。ねえ、あんたも早く大人になってバカなことをするのはやめなよ。もう時の使者なんかない。でも一族はまた私たちみたいな人間を必要としてる。それに英雄になってもみんなに尊敬されて好かれるわけじゃない。大事にしている人たちの生活がもっと良くなるように自分が思っているものを全部諦めること。でも仕方ないよ。最初は私も理解できなかったし。あんたはみんなのためにそうなれる。私たちにも良くしてくれるといいんだけど。こう思う。ニューゲームプラスとナイトメアモードがアンロックされました。ニューゲームはセーブ選択画面からスタートできます。はい、というわけで PC 版、Steam 版ですね、タイムスピナークリアいたしました。いかがだったでしょうか。結構ね、ストーリーというかマップのつながりが分かりにくかったりっていう部分で迷子になったりっていうのもありましたけど、まあなんとかクリアすることができましたね。今はプレステ4版だったりスイッチ版だったりでなんかダウンロード販売もされているようですので、機会があればぜひ遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。
最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。